宇ツヨキは、フィンランドのラッピ県にある基礎自治体、同県、稲荷とノルウェーに隣接する。1876年に市政施行された。人口は1246人、面積は5372平方キロメートル。人口密度は1平方キロメートルあたり0.24人である。フィンランドの市の中で、サーミゴア社の割合が46.6%と、 最も高く、フィンランド語と北部サーミ語の二言語が公用語となっている。北極海に注ぐ手の川がノルウェー国境である。手の川には鮭が多いため釣り場として人気がある。フィンランド及び欧州連合で最北の村であるヌオールガムには世界最北の陸上国境が通る。宇津良機はフィンランド最長の高速道路である高速4号線の北端である。 欧州自動車道路の E75 号線は、サーミ橋を越えてノルウェーまで伸びる。市内には、面積712平方キロメートルのケボ自然、保護区がある。同保護区内には、ケボ峡谷の断崖を通過する全長63キロメートルの遊歩道がある。ありがとうございます。